を捧げて神がどう答えるか見てみようぜ。天神像の祝福を感じたか？モンドの人たちはそれを失われた風神の瞳って呼んでるんだ。目として作られた宝石をツバメが加えて飛んでったって逸話もあるけど、実は失われた風神の瞳に実体はないんだ。神の目を持つ人はそれを集め、加護を得るために七天神像に捧げる。神の心臓に風神の瞳を捧げると祝福